めちゃくちゃでかい花束を持って現れたんですよ。花束も買いって渡して、そしたらまさかの、最終的には車の中とかで話して、うん、でもそれで最終的に車から降ろされて、さあ始まりました少量チャンネル。翔太です。今日です。少量です。そして奥平です。よいや、すごくない？うん。はい。ありがとうございます。ようこそ。楽しみにしてます。いや、今日の動画はですね、いつも奥平ベースさんは自分の動画でおもてなし動画を配信よくされてるんですけれども、はい、今回はコラボということで、うん、逆に僕たち少量が奥平ベースさんをおもてなししようという。ありがとうございます。奥平ベースさんのちょっといろんなところをちょっと深掘りして、うん、新たなね、うん、奥平ベースさんを紹介できたらいいなと思っております。はい、では。ありがとうございます。よろしくお願いします。まあ、はい、というわけで、どうも。はい、飲もうか。はい、飲みましょう。終了。翔太は何飲む？冷えたグラスもあんの。あ、そうなんですね。せっかくだから、グラスにしようか。はい。じゃあ、お客様なので。あ、ありがとうございます。すみません。あ、これは絶対美味しいです。絶対美味しいやつ。お店みたい。はい。ありがとうございます。じゃあ、翔太についてあげよう。いや、今回はね、うん、もうゲストが来てるっていうことで、うん、金麦じゃありません。いつもの金麦じゃありませんよ、つう。僕が札幌好きなんで、ありがとうございます。いえいえ。よいしょ、乾杯しましょう。はい。はい、では、乾杯。乾杯。よろしくお願いします。お願いします。はい、うまい。めっちゃ美味しい。今日はですね、僕がちょっと軽くおつまみとか料理を作りながら、うん、食べながら飲みながら、はい、ちょっといろんな話をしていけたらいいなと思っております。はい、じゃあ早速作っていこうかな。はい。はい。ひょうにょう。はい、というわけでとりあえず。おぉ。え、すごい美味しそう。よかった。そしたら、うん、どうぞ。いただきまーす。食べちゃってください。うん、じゃん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 。作っていくんで。いいんですか？はい。ほい。うん、うん、うまい。おいしい。よかった。うん。あ、まあまあまあ、まあまあ。うん、おいしい。ね、おいしいですよね。すごいですね。うん、これそうそう、絶対やります。めっちゃ簡単だし。じゃあ、うん、まあ、東京っていうことで、うん、愛知県の名古屋出身、はいはい。どういう子供だったんですか？なんか今は結構動画でも、はい、丁寧な暮らしっていうのテーマで、はいはい、なんか動画出してるじゃないですか。はい、なんか子供の時からなんかそういう暮らしが好きだったのか、はい、なんか家で料理作ったりとか、はいはいはい、なんか DIY したりとか好きだったのか、はい、そう結構なんかそういうイメージで言われるんですけど、うん、僕結構真逆というか、はいはい、意外となんかやんちゃというか、あとなんか暮らしじゃないですけど、はい、そういうなんか秘密基地とか作るのがすごいし、あーわかる。なんか段ボールで、はいはい、よく、ね、公園になんか作ったりとか、模様替えとかしょっちゅうしてましたね。だから4人兄弟ですごい兄弟が多いんですよ。全員男で。母さん大変。そうなんですよね。すごい、まあ、喧嘩とかもありましたね。おんくんは何番目なんですか？僕長男です。僕長男で、はいはい、全部2個ずつ離れてます。で、一番下が20歳。じゃあその小さい時は、はい、今みたいな、はい、料理作る時とかでもちょっと粉からやったりとか、はい、なんかそういうのはしなかった？まず料理をするってことがあまりなくって、そんなにないんですよ、うん、卵焼きとか、はいはい、そういう簡単にできるものをやるぐらいで、うん、そんなに凝ったものとか、うん、母親から料理を教えてもらったっていうこともほとんどなくて、じゃあ何がきっかけでそんな作るようになったんですか？確かに一人暮らししたのがきっかけで、そこに住んだ環境が山と海しかなくて、大学生なのにやることがなくて、それでなんか料理にちょっと目覚めまして、すごいね。それでなんかそこから一気に火がついたって感じですね。あ、奥もじゃーん、買ってきました。おせっかくだし、おう、うん、うん、あ、美味しい、飲みやすい、うん、あ、いいね、うん、いいね、うん、いやでもね、なんか今回さ、コラボしませんかっていう連絡させてもらった時に、心よくね、うん、いや、本当に嬉しかったですね、言ってもらったの、うん、いや、うちらこそね、めちゃくちゃ嬉しい、ね、いや、本当に嬉しかったです。うん、本当やりたかったよね。やりたかった。そう、本当やりたくて。で、住んでるところもわりかし近い近いから、うん、やりやすいかなと思って、この、
去年ぐらいかな、遊びに行きたいって言ってくれてたもんね。だから僕もいつか呼びたいなと思っていて、その中で言ってくれたから本当に嬉しくて、うん、すぐに返事返しました。ぜひぜひ。ひょうにょ。過去の恋愛でなんか思い出があるようなやつってある？なんか過去の恋愛で、うんうんうん、なんかあまりないんだけど、うんうんうん、別れた後の話なら別れた後の話ちょっと悲しいんですけど、うん、本当に高校生の本当に若い時のお話なんですけど、うんうん、当時、まあ、別れた後の話で、うんまあ、別れてから、うん相手が吹奏楽部だったんですよね、うんうんうん、それで僕の母親も付き合ってることは知ってて、うん、で別れたことは知ってなかったんですよ。ああそうなんだ。それでその吹奏楽部で最後のなんか定期演奏会、うんうんうん、演奏会があるって言って一応チケットをもらってたんで、うんまあ、行くことになってたんですよ、うんうんうん、普通に見に行って、うん、最後だしってことで、うん、でそれで見に行って、まあ、吹奏楽部も一番最後の、うん、その演奏会なんですよ、うんうんうん、思い出に残るような演奏会、うんうんうん、で一番最後に終わった後にホールの外に、うん、なんかみんな整列するんですよ、最後の挨拶みたいな吹奏楽部の子たちが並んで、うん、で、こっちに、なんか、生徒たちが並んでて、で、一人一人なんか、花束を渡していくんですよ、ね。で、それで一人ずつ渡していく中で、うん、僕は、そんなとこにもう別れたんで、うんうん、そんなとこ折れないじゃないですか。だから、もう遠くに行ったんですよ。で、それで、そこにいたら、なんか、うちの母親が、めちゃくちゃでかい花束を持って、現れたんですよ。何してるの？って。母何してるって言って、え、何それみたいな。言ったら、え、あんたこれあげておいでって。うちの母親は、別れたことまだ知らないから。知らなくて。でもあの子のことだからまだ何も準備してないでしょみたいな。うんうん。しておいでって言って。僕その時にもう別れたなんてことも言えなくて、うん、えみたいな感じになって、いやどうしようってなって、うん、いやでもこれはちょっと行くしかないなと思って、うん、最後だし、みたいな。テープの列に混じって、あなたも持って現れて、多分相手側からしたら何してんのって多分思うと思うんですけど、確かに急に現れたみたいな。もしかし私じゃないよねみたいな。そうですよね。それでその後に花束をもう一人ずつですよ、うんうん、もう次の番人が終わったらもう一人出てくるみたいな、うん、大注目浴びてるんですよ。一番最後の演奏会ってことでその愛知県のそのカメラも入ってた、うん、こんなでっかいカメラ持ったカメラマンがこうやって一人一人撮ってるんですよ。で中継されてるんだよ、その中に僕がポッて出てって花束持って入って渡して、そしたらまさかのいらないって言われていらないいらないって言われて、いや僕どうしようってなってとりあえず足元に置いとくかって言って足元に行って置いて、うん、なんか受け取ってもらえたかのような感じをちょっと演出まあ公開処刑を受けるという感じのことはありましたね。そうなんですよ、ざわざわはしてた。いや確かに確かに。ひょうにょ。いつだったかな、18くらいの時に付き合ってた人で、うん、まあ浮気されたんだけど、うん、まあ付き合ってたで、浮気っていうか、うん、浮気が本気になる、うん、気になっちゃった、本気に好きになっちゃって、うん、10代のさ時ってさ、うん、なんかもうどうしても別れたくないとかさ、うん、あるじゃない、うん、ああ自分もおかしくなって出た、社会人1年目とかの時、うんうんうん、ちょっと彼ん家はちょっと遠くって、うんうん、もう会えなかったから、うん、会えなかったからも彼がいつも乗る電車は分かってた、うんうんうん、その駅の前とかにいたりとか、とかそのバス停の前で待ってたりとかしてて、いろいろ話とか聞いたらまあ、うん、本気になっちゃってて、うんうんうん、その子に対して、うんうん、なんでって思って、うん、なんで自分じゃないのみたいな。最終的にはなんか車の中とかで話して、うん、でもどうしようもできなかった、うん、なんかもうどうしても別れたくなかったからさ、うんうん、それで最終的に車から降ろされて、うん、それっきり、車から落とされたの、落とされたの、違う、あ、そう、落とされたの、落とされて、うん、車と自分がこういう状態になったの、わかる、平行に、平行に、そしたらなんかパトカーに、うん、止められて、うん、ちょっと何してんのみたいな、翔太はその落とされた時に、うん、車にまだしがみついてたの、
しがみついてはないけど平行で歩いてた。あー、それでパトカーに捕まってはないんだけど呼び止められて、まあ、何してんだみたいな。それはまあそうよね、うん、男同士に付き合ってる、うん、まあまあ正直僕らカップルでみたいな、うん、カップルでした、うん、でしたって感じなんだけど結局そこからどうあったのかな、記憶ないんだけど、なんかそこから終わった、もう完全にもう合ってない。ああ、ひどいね、落とされるね、うん、今何してんだろうね。いやー、わかんない。あったな、そういうのもあった。ひょにょ、まあそもそも、うん、僕たち少量チャンネルと、うん、奥平ベースのおっくんが、うん、まあ、なんで知り合いになったかっていう話なんですけれども、うんうん、まあ YouTube のね、その新人育成プログラムみたいなのね、そこにで一緒になったんだよね。そうそうそう、ね、で同期だし、そのプログラムには、まあ、うちらのチャンネルから翔太が出て、うん、まあ、同い年でね、うん、そうそう、うん、そうそう、仲良くできた。もちろん、うんうん、なんかチームが違ったんだよね。そう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 、いろんなチームがあって、うん、僕の最初の翔太くんのイメージは、うんうん、おぉ、いいね、やだ、いいね、いいね、やだ、いいです。やだ、いいよ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 。いや、なんかお昼になると、うん、なんか弁当がもらえるその時に、一番美味しそうに食べてるのがすごい印象的で、なんかさ、でもその時もみんなで一緒に食べるんでしょ、ご飯。みんなで一緒に食べますね。でもさ、弁当みんなからもらってさ、すごい仲良くしてたじゃん。本当に？え、まあ、何弁当もらってるってどういうこと？なんかみんな小食だったの。そうそうそう、みんな小食で。美味しそうに食べる。みんなどんどん持ってくる。そうなんだ。そう。え、逆になんか翔太は、なんかおっくんのさ、最初の印象みたいな、なかったの？え、正直に。全然。ね、ずっとこんな感じって言ったらあれか。変わらない。なぁ、うんうん。確かに、なんかその、俺も、うん、その、ネクストアップの打ち上げの時に初めて参加させてもらって、うん、その時にね、うん、初めましてって言ってあったけど、そうですね。なんかもう、動画のまま、そのままって感じ。あ、本当ですか？うん。それは良かったです。ひょにょ。それでカッチリしましたね、なんか。なんか俺が本を見てね、うん、いいなって思ったのが、うん、よくコメントとかで、うん、なんか未来に対して不安はないのみたいなことがあって、不安とかは特にないですみたいなことを書いてて、うん、すげえ。いやもう。そこは嬉しいな。なんかあれじゃない、その今までやってきたことのベースというか、うん、礎みたいなのをしっかりしてるからじゃん。この生活スタイルをやっていて、間違いはないんだっていう、なんか自信とか。いや、なんか多分同い年だからこそ、憧れるかも。もう現在できてる人がいるのが、そうね。ちょっと羨ましいじゃないけど、ちょっと憧れてる。憧れる。だいぶね、食べて飲んで、喋って。そうだね。はい。終了。で、はい、最後に、うん、今日は、はい、ティラミスを、すごい美味しそうにしました。ちょっとね、ミスというか、あったけど。ミスなんですか？そんなことない。いや、でもね、うまくリカバリーできたんじゃないかなと思って。よかった。すごい美味しそう。いや、手作りですね。そう。昨日の夜仕込んで、今日。後でちょっと作り方聞きます。めちゃめちゃ簡単なんで。ああ。めっちゃ美味しいです。あ、本当に、うん、よかった。うん、美味しい。美味しい、美味しい。いいですね。うん、あー、うん、最高ですね。いや、今日どうでしたか。いや、コラボしてみてめちゃくちゃ楽しかったです。よかったね。よかったね。うん、こんないい空間。確かに。まあ普段さ、あの、おっくんの動画では見れないおっくんが見れたんじゃないかなと、見えましたか、かな、うん、思います、思います、はい、はい、というわけでですね、今回の動画はここまでにしたいと思います。はい、はい、気に入っていただければチャンネル登録と高評価のボタンをお願いします。インスタ、ツイッター、TikTok もお願いします。ではまた、ありがとうございました。ありがとうございます。